歴前半のフランスを代表するピアニスト、指揮者、教育者、著述家。ブルゴーニュにルーツを持つ、フランス人を父として、ジュラ地方にルーツを持つ、スイス人を母として、スイスに生まれる。彫刻家、ジャンピエール・コルトーや作曲家、エドガー・バレーズは親戚にあたる。名字の本来の綴りはコルトであり、祖先はカタルーニャ出身とも考えられている。 二人の姉の指導の後、パリ音楽院予備課で、ショパンから助言を得たことのある、エミール・デ・コムに、高等科では、ルイ・ディエメに、指示、1896年に、ショパンのバラード第4番で一等賞を受賞する。しかし、予備クラスを落第したこともあり、サン・サーンスから酷評されたこともあるなど、音楽院内の評価は、当初あまりかんばしくなかった。 ピアニストとして楽団にデビューしたが、ワーグナーの作品に傾倒し、先輩であったエドゥアール・リスレールに従って、バイロイトに赴き、1896年から1897年まで、バイロイト音楽祭の助手を務めた。1902年頃からは指揮者として活動、ワーグナーの、神々の黄昏のフランス初演を行うなどした。1905年には、 バイオリニストのジャック・ティボー、チェリストのパブロ・カザルスとカザルス三重相談を結成、1920年代後半に至るまで素晴らしい演奏を繰り広げたが、最終的にはティボーとの仲が疎遠になって解散した。第一次世界大戦後はピアニストとして欧米をあまねく順延、広く賞賛を集めた。1907年に、 パリ音楽院の教授に就任したが、音楽院の育成は、ピアニストだとピアノのことしかできなくなる、輪切りシステムだと言いつつ、改革を訴えていた。1919年に、理想の実現のため、オーギュスとマンジョと共に、自らの音楽学校へコールノルマル音楽院を設立し、同年パリ音楽院を辞任した。さらに教育活動にも力を注ぎ、朝から、 公開レッスンを精力的に行った。エコールノルマル音楽院には、彼の名を冠したサルコルトーという響きの優秀な、ホールがある。コルトーが絶賛したがコンクールで優勝できなかった、ディヌリパッティを審査員を降りるという行動で擁護、そして熱心に、デビューを助けたりもした。第二次世界大戦に際しては、ビシー政権と関わりを持ち、 フランスの未曾有の国難に対処しようとしたが、戦後はナチスの前で大量に演奏したことなどの責めを問われ、フランス国内での演奏の機会を完全に奪われるなど不遇であった。1952年には来日もしており、ベートーベンのピアノソナタ第14番、月光などを演奏した。来日時の演奏中の写真、サインに応じる写真も多く残されている。 妻のいとこ、リーズ・ブルムは、レオン・ブルムの最初の妻であった。ピアニストとしてのコルトーは、ショパン、シューマンなどのロマン派、フランクからドビュッシーに至るフランス近代を、中心とした比較的狭い範囲をレパートリーとしていた。しかし、当時の録音技術や聴衆層の趣味の制約のため、断念した曲目も、少なくない。美しいタッチと、 個性的なテンポルバートを駆使した演奏は、深い史上と多彩な感情を描き出した比類のないものであり、聴衆に大きな感動を与えた。比較的引き間違いが多いと評される。この欠陥は40歳代から50歳代ではほとんど気にならなかったが、60歳代以降はさすがに衰えは隠せなくなり、ライブで忘れるなどの悲劇も一度や二度ではなかったと言われる。 これは残されている録音からも、かなりの部分が類推できる。また、シューマンのピアノ競争曲で見られるように原曲に手を入れる古い流派に属していたこともあり、戦後の原点版を盲信したピアノ業界からは恋に遠ざけられたことも不運であった。ドビュッシーの一人娘シュシュが、お父さんはこういう風には弾かなかったと述べたこともあったように、近代フランス音楽との間には、 若干のズレがあった。数多くの録音のほかショパン、フランスピアノ音楽といった著作、サラベール社から出版された、一般にコルト版と言われる、学習版の楽譜や、ピアノ演奏のメカニックを体系化して示した、教則本も残されている。学習版は弾き方が全くわからない初心者のために、作品の歴史に至るまで多くの解説を書いている。なお、 コルトーはモーツァルトをあまり評価していなかったため、学習版は出版されていない。ベートーベンを尊敬していた割には、その録音を残すことは少なかったが、スイスで録音された競争曲第1番が死後公表された。しかし、フランスから完全に干されていた頃の晩年の演奏であり、かつての勢いはほとんどなく、控えめな表現で仕上げられている。 発売されることはなかったが、晩年には、ピアノ・ソナタの全曲録音も検討されており、いくつかのテイクが残されている。コルトは、1日あたり午前中を中心に、5時間以内の練習をするようにと言ったという。これは、ショパンの、ピアノは1日3時間で、疲れたらその都度休むようにや、ノバエスの、 主人から3時間以上弾くなと言われていますし、私もそう思うのですよなどの演奏哲学に似ている。暇さえあれば1日に8時間でも10時間でも練習すればするほど良いと主張する日本の指導者は多いが、これはリストの重いピアノで1日6時間が元祖になっている。コルトは明確にショパンの側に立っており演奏の無駄な動きを軽減するための運指法の 確率に努めている。コルトーの直接の指導を受けた、文下生では、ディヌリパッティ、クララ・ハスキル、東山稽子エリック・ハイドシェックなどが有名である。それぞれが非常に強い個性を持っていることから、コルトーの指導方針として、各々のピアニストの個性を重視する指導法があった、ようである。ハスキルが亡くなったことを悼むメッセージの録音も存在する。ただし、 ハスキルのパリ音楽院在学時にはかなり冷淡な態度で接しており、指導もほとんど同僚のレビに任せていた。エコールノルマルのマスタークラスでは、ゴルトーの指導は、まるで詩人の朗読のようであったくらい、多くの語彙に飛んでいたと言われる。これは、ほとんど言葉に頼らず簡潔に指示を出す、マルグリット・ロンの公開講座とは、正反対の態度でもある。ありがとうございます。